ということですね、今日皆さん、もうタイトル見ての通りですよ。もうほんとびっくりしました。もうだからね、まさに、もうまさにですよ。これ以上ないですよ。まさにオクトーバーサプライズ。これが起こったってことなんですよ。ほんとなんでこうね、オクトーバーに入ってからいきなり起こるのかっていうね、もうオクトーバーサプライズでしかないじゃないですか。だってこれがね、数日前だったらオクトーバーサプライズじゃなかったわけですよ。これセプテンバーサプライズでしょ。だから違うわけでしょ。こう見事に10月に入って起こったっていうね、びっくりですよ。しかもね、今回のオクトーバーサプライズっていうと、僕ね、いくつか予想言いましたよね。こういったことが予想されてると、まあ例えば BLM とかで大規模なデモが起こると、それでさらにトランプの支持が下がるとか、もしくはそれが暴動になったら逆にね、法と秩序って言ってトランプの支持率が上がるとかね、まあ他にもテロの問題とかね、そういう話をしたんですけれども、まさかまさかまさかっていうかね、コロナぐらい予想しとけって話なんですよね。だから全然まさかじゃないんですけれども、誰も予想してなかった、おそらく。まあ理由はっていうとね、もうコロナが起こってからしばらく経つ、だから僕らもちょっと予想って意味でも油断してましたよね。まさか今頃こうコロナにトランプ大統領がかかってしまうなんて。だから一番予測しやすかったにもかかわらず、僕も含めてね、誰も予測してなかったっていう。しかもオクトーバーになるかよっていうね、もう本当に、まあだからオクトーバーサプライズなんでしょうけれども、予期してないことが起こるからね、オクトーバーサプライズ、サプライズなわけで。ただまあね、全然いいニュースじゃないですよね。ちょっとね、興奮しすぎていっぱい喋ってるんですけれども、ちょっとあれですね、知らない人もいたかもしれないですよね、このニュースね。まずね、ちょっとニュースを紹介していくんですけれども、アメリカトランプ大統領が新型コロナ陽性、ツイッターに投稿。トランプアメリカ大統領は2日未明、自身と妻のメラニアさんが新型コロナ陽性だったことをツイッターで明らかにした。まあだから本当時代が違いますよね。テレビとかじゃなくてね、もう SNS、大統領自らね、ツイッターで明らかにするっていうね、これ重大なことじゃないですか。前日に側近が陽性となり、検査を受けていることを公表していたと。まあこれね、なんでも大統領の顧問で、最側近のホープ・ヒックス氏の感染が確認されたことを受け、これね、1日にね、この人は感染したってのも明らかにされてたんですよ。それでトランプ大統領も検査を受けていたと。ブルームバーグによると、ヒックス氏は9月29日に行われた大統領選のテレビ討論会に同行し、トランプ大統領夫妻と共に大統領専用機に乗っていた。ヒックス氏はホワイトハウスの顧問スティーブン・ミラー氏や大統領選のキャンペーンアドバイザーのジェイソン・ミラー氏と共にマスクなしで濃厚接触していたと。まあだからマスクせずにおしゃべりしてたってことですね。まあでも今回このなんすか、ホープ・ヒックスさん、ご側近の人ね、最側近ですから、なんかね、この人相当この後叩かれるんだろうなとね。まあこの人がだから大統領選挙を決めたぐらいに言われちゃうかもしれないですよね、この後。まあ大統領選の結果によってですけれどもね。いやー、しかしですよ、これ最初に言っちゃいましたけれども、オクトーバーサプライズじゃないですか。これね、もうちょっと早くトランプ大統領がね、コロナに感染してたら、ちょっと逆に違ったかもしれないですよね。なんかこう、ブラジルの大統領みたいに、もともとね、コロナ大したことないとか言ってて、で、自分もコロナになって、実際大したことなくて回復してるんですよね。だからトランプ大統領もね、もう数ヶ月前とかにかかってれば、むしろ逆にね、それを利用するって言ったら変ですけれども、やっぱり大したことないってね、そういう風に言って支持率ね、ブラジルの大統領なんかね、むしろ支持率上げましたからね。まあかかったから上げたってわけじゃ僕はないと思ってるんですけれども、まあコロナにかかった後ね、数字っていうのは上がったと。まあコロナにかかった後ね、給付金とか出したからこれ支持率上がったわけですけれどもね。ただまあトランプ大統領もね、数ヶ月前にかかってたら問題なかったかもしれないですよね。もうだからね、これアメリカ大統領選挙、これね、トランプさんが勝つにしても負けるにしても、もうね、このトランプ大統領の10月での新型コロナ感染、これね、純度 100% のオクトーバーサプライズになりましたよね。もう誰がどう見てもこう歴史に残りますよね。だから絶対ね、また次の大統領選挙とかでも、今回のね、10月のトランプ大統領の新型コロナ感染、これってのは振り返られると思うんですよ。それぐらいね、歴史に残る、もう超わかりやすいオクトーバーサプライズになりましたよね。でもちろんね、これ今回何がやばいかっていうと、選挙活動ですよね。選挙活動にどう考えても支障をきたすじゃないですか。だってトランプ大統領ってのはね、人とこうあんまり会ったりとかできないわけじゃないですか。結構今回の選挙ってね、僕も言いましたけれども、バイデンとトランプを比べた場合、トランプのアドバンテージっていうと、そんなに新型コロナ気にせずに、まあ、活動してる。そういった人とね、密にコミュニケーションできるから、その分ね、支持を取っていけるんじゃなかろうかと。そういったこと僕言ってましたけれども、今回のこれでね、まあ、ダメになっちゃうわけですよね。少なくとも今から、まあ、最低でも半月ぐらいはね、行動が制限されると思うんですよ。これはだいぶきついですよね。まさにね、もう今日とかですけれども、トランプ氏は2日に南部フロリダ州、3日に中西部ウィスコンシン州で大統領選の選挙会を予定していた。15日には2回目の候補者討論会も控えており、ああ、15日に2回目のね、討論会があったんですね。
ただ自主隔離によって選挙活動に影響が出るのは避けられないと。まあそうですよね。これ全部キャンセルですからね。なんかうまいことね、こうコロナにかかったって同情とかあればいいんですけれども、まあ、それはなさそうですよね、コロナね。それよりもちょっとバカにされちゃいそうですもんね、正直ね。あ、でですね、さっき出てきた側近の人、この人っていうと、このね、側近のヒックスさん、なんか元モデルらしいんですよね。あ、この人ね、女性なんですよ。ちょっと日本人からするとね、名前からわかんないかもしれないですけれども、ホープ・ヒックスさん、この人ね、女性なんですよ。確かにすごい美人なんですよね。これモデルだったんですね。ヒックス氏は元モデルで、2016年の大統領選でトランプ陣営の広報担当を務めた後に、もうだからね、大統領になる前からこう関係があったっていうね。2016年にトランプが大統領になる時に広報をしてくれてたと。で、その後にそのままトランプ政権入りして、ホワイトハウスの広報部長を務めていたと。まあ見た目だけでね、ホワイトハウスの広報部長できないですからね。中身もね、ちゃんとしてる人だったと。で、2018年に一旦辞任したが、今年の3月に大統領顧問として政権に復帰していたと。トランプ氏の信任もつく、まあそうですよね、これ大統領になる前からね、関係があったわけですから。側近の中でも最も頻繁に同志と行動を共にしていたという。まあだからさっきあったようにね、最側近なわけですよね。そして広報担当だから逐一ね、まあいろんな情報をね、出してたんだと思うんですよ。で、今回ですね、このトランプ大統領の最側近の人が感染してトランプ大統領にね、移ってしまったわけですけれども、トランプ政権というとね、これ以前にも5月にね、ペンス副大統領、ミラー報道官、そして7月にオブライエン大統領補佐官が感染してるんですよ。その時はね、こうトランプに移んなかったんですけれども、よりによってね、こう10月に移ってしまうっていうね。まあでもあれですよ、逆に言うとですよ、こう大統領選直前になって、みんなトランプ大統領も含めて、こういったね、トランプに近しい人たちっていうのがあちこちね、動き回ってたと思うんですよ。めちゃくちゃ動き回ってたからこそ、今回ね、10月に入って感染したんじゃなかろうかと、僕はそういうふうに思ったんですけれども。で、これね、大統領選挙に影響が出ることっていうのはね、もう誰から見ても明らかなんですけれども、他にもね、早速こういうふうに報道がありました。他の影響、今日10月2日の午後、東京株式市場でトランプ大統領が新型コロナウイルスに感染したとの報道を受け、日経平均株価が下落を転じ、一時9月9日以来約1ヶ月ぶりに2万3000円を割り込んだって言ってもね、これは別にね、これチャート見てみたら大したことないんですよ。ちょろっと下がったぐらいなんですよ。最近下がり気味傾向にあって、さらにちょっとだけ下がった、ほんとちょっとだけしか下がってないんですよ。具体的に言うとですね、これ160円170円ぐらいしかね、今日下がってないんですよ、昨日と比べてね。これなんでかっていうと、一応ね、今回のアメリカ大統領選挙、ジョー・バイデンが通ると株価ってね、まあ下がるって言われてるんですよ。まあ少なくともね、上がらない。そしてトランプ大統領が勝つと上がるっていう風に読まれてるわけですよ。なんでかっていうと、トランプ大統領が当選するとね、今まで通りのこうばらまき、国のお金を株式市場とかいろんな市場に撒いてるんで、株価っていうのがまあ下がりにくい、上がるって見られてるわけですよ。でもこれがジョー・バイデンになると、まあ、そういったのね、やめるかどうかっていうのは分かんないですけれども、少なくともね、トランプだと続けるってことは分かってるわけですよ。こういったことから、トランプ大統領が当選すると株式市場っていうのは上がる、まあ上昇傾向ですよ。で、バイデンになると下がる可能性があるわけですよ。でですよ、今回一応アメリカの世論調査とかではバイデン有利っていうふうに言われてるわけじゃないですか。一応ですよ、そういうふうに報じてるメディアっていうのがアメリカでは多いと。っていうことは、株式マーケットっていうのはですね、バイデンが勝つっていう前提のプライスが今ついてるわけですよ。だからもうすでに下がってるわけですよ、ある程度トランプが負けるんじゃないかっていう風に。だから今回のでトランプがね、だいぶ不利になるわけじゃないですか。それでもね、もう織り込み済みだから、そんなに株式マーケットっていうのはね、下がらなかったってことなんですよ。ただこれですよ、大統領選挙で不利って言われてるトランプが勝つとしますよね。そうすると織り込み済みじゃないんで、株式市場っていうのはめちゃめちゃ上げるって予想がつくわけですよ。面白いですよね。まあそういった考え方に基づいてるんで、今回ね、トランプの新型コロナウイルス感染、これが報じられても株式市場っていうのは、まあ今のところ日経平均ですけれども、そんなには下がらなかったっていうね。まあ普通ですよ。でですね、あとニュースで、ちょっと有名っぽい人たちが今回のトランプの新型コロナ感染についてなんか言ってるんでね、まあ、ちょろっとだけ紹介しておきます。はい、ミヤネ屋、ミヤネ屋です。もう本名とか忘れましたね、ミヤネ屋です。これは11月3日の大統領選挙にもテレビ討論会もありますし、各地遊説もあって、ちょっと大統領選にいろんな影響が出そうですね。ブラジルのボルソナロ大統領も新型コロナにかかって、あの人は復活して支持率上がったりとか。ただ大統領選まであと1ヶ月ですから、なんか珍しくね、普通のこと言ってるじゃないかと。あとさらにミヤネはホワイトハウスの人たちなんて一番警戒していたはずですが、でそれを受けて、まあこれテレビ番組の中なんでね、元経済産業省の官僚の岸博之さん、皆さん知ってますよね。なんかメガネかけたひょろっとした人ですよね。でその人が、本来一番対策をやってるはずなんですけど、そこで感染が蔓延したっていうのが明らかになっちゃったので、まあ蔓延ってわけじゃないですけれどもね、
特にヨーロッパで感染が増え出していて、第3波かと言われ出している段階ですから、より一層タイミング的に厳しいですね。あと外交ジャーナリストの手島隆一さん、弱気な象徴だということで今もマスクをしていなかった中での感染、まあ、今回移動しているヘリコプターの中でマスクをつけずにこの側近の人とおしゃべりをしていたと、まあ、ここについて言ってるんですけれども、どんなに控えめに言っても大統領選に大きな影響を与えると言わざるを得ないんですね。決定的な影響があると申し上げていい。大統領選はコロナに打ち勝つんだ、最前線に立つとしてライバルのバイデン候補を自分の自宅に閉じこもっていたとかなり痛烈に批判していた。そうした中で自分が戦いの前線に立てないというのはかなりのダメージになると思います。あ、これでバイデンの批判がねあまりやりにくくなると、まあ、コロナにおいてはですけれども。そして乙武さん、トランプ大統領新型コロナウイルスに感染、回復をお祈りします。まあ、消化する意味なかったな。まあ、ということでね、で肝心のトランプ大統領の体調っていうとですけれども、これね、新型コロナウイルスに感染したトランプ大統領とメラニア夫人の体調は良好だっていうふうにね専属のお医者さんが言ってるんだそうです。まあ、この人がね診断もしたらしいんですけれどもね、コロナ陽性ですっつって、でトランプ大統領っていうのもこれツイッターね、新型コロナに感染しちゃったっていうふうにツイッターで言ったんですけれども、これも同じくツイッターでね、共に乗り越えていくっていうふうにね言ってるんだそうです。ということで今回はね速報というかね、新型トランプ大統領の新型コロナウイルス感染についてはこんな感じです。でね、ちょっとだけ思ったのが、大統領選挙の討論会ってついこの間だったじゃないですか。だからね、これもしかしてこうトランプからバイデンに移ってたりとかしたらね、これもオクトーバーサプライズからのオクトーバーサプライズかなって、まあ、ちょっと思っただけです。まあ、言ってもね、バイデン元副大統領もね、まあ、こういったことを受けて PCR 検査もしてると思いますけれどもね、それで今のところ情報出てないんで、まあ、移ってないってことだと思うんですけれどもね。でもね、これ両候補とも新型コロナウイルスかかったらね、逆にすごいなってちょっと僕思ってるんですけれども、まだ可能性もゼロじゃないかなと。この後バイデンがね感染しましたって発表がね、まあとにかくね、ちょっとねトランプを応援してる僕としては残念かなっていう感じですね。まだ決まったわけじゃないですけれども、とにかく今回純度 100% の歴史に残るオクトーバーサプライズ、これが起こったっていうニュースでした。